ミッドサマーフェアは、日本の競争は場名の意味は、月祭。主な勝ち倉は2012年フローラステイクス。10月9日の東京の新馬戦、芝1800メートル戦。先行するも首差での2着に赤敗。その後の2戦も人気になるも2着、5着に敗れる。1月14日の中山の未勝利戦、芝1600メートル。直線差し切って初勝利となった。 この後、初重賞となった、クイーンカップは、後方からの競馬となり、直線を追い詰めるも6着に敗れる。この後、中山の500万下の大場井賞は3着に赤敗。阪神に遠征しての500万下の君子乱賞は2着に三馬身、1、2差の圧勝で2勝目となった。そして、オークストライアルのフローラステークスは前につけて、直線抜け出して3勝目と。 重症発生波を飾った。オークスでは一番人気に支持され、道中中断に控えたが直線で伸びきれず13着に、敗れた。レース後の5月22日に、左前つなぎ人体炎を発症、北海道浦河町の三島牧場に放牧に出される、こととなった。7月29日のクイーンステークスは、中断追走し直線追い込んだものの3着、赤敗した。 10月14日の集華賞は、調子が戻らず、11着に敗れた。小馬になってからは一勝もできず、2014年7月3日付で、競争馬登録を抹消された。引退後の2015年より、北海道猿群日高町のダーレイジャパンファームにて、繁殖品馬となる。2015年11月、イギリスへ輸出された。ありがとうございます。